まあそのわけで、無事に文化祭が終わったということで、本日は文化祭の次の日で、片付けと、あとその他もろもろ今やってるとこなんですが、天気良かったよ、今日めっちゃ雨やから。そうやな、そういう時めっちゃ雨ですね。でも昨日、いい感じだ、お客さんいい感じ来てくれて、で、何よりお越しいただいた皆様、ありがとうございました。なんかさ、山根ちゃんがうまくさ、インスタ、でうまくやり取りしてくれて、今もやり取りしてくれてるんですけど、まあ、まずはひとまずは文化財のやつ、で動画にまとめましたんで一回見てください。何、何これ。あ、差し入れハッピーハロウィン。 ありがとう、みんな喜ぶわ。今日もハッピーハロウィン、お願いします。じゃお願いします。どうぞ、適当にお願いします。おはようございます。アイスさんは撮影の練習中で、被写体はマサさん。めちゃめちゃ俺カメラ目線やからね。え、はい、笑って笑った顔分からへんけど、マサさん。今のところ横練習、横演者やけど、ちょっと結ぶの忘れて、全部ダラダンドリーダラソリガシなんかとか。え、一言、なんかワクワクしますね。どう、今みんなのメニュー聞いてないけど、ちょっとバタバタしてて聞けてない。クレープクレープだ。今もう12時前、どうすか。ちょっと疲れたな、意気込みの。何もしてないけど。何もしてない、疲れんの。うん、立ってたら疲れた。京都から2時間かけて来てくれてる人おった。マジで朝一。直接来ようと思ってたらしいんだけど。直接来て、別に何もない日に。ほんだらインスタ見てたら、ちょうど今日イベントやるっていうことして今日来てくれたらしい、2時間かけて。マジで、うん、ありがたい話だな。ちょっと一つやね。ないし、今日何個ぐらいいた？今日は多分180ぐらいちゃいます？あ、そんだけいた？多分残りもだいぶわずかやから。あ、よかった。どうした？朝日モニターとこんな感じ。朝日モニター。今日1日？思った以上にアウトレットが盛況やってびっくりした。これまた売ります。アウトレット激売れやったね。激売れやった。で、黒田さんとかも結構盛況やって。うん、黒田さんも喜んでくれててよかったわ。クレープ、まあまあ。売り切れはいかなかったけど、かなりの数入ってよかったな。20個ぐらい余ったぐらい、うん、次はちょっともっといろいろ戦略を練り直して、うん、もっと告知をうまいことしてやろうかなっていう。なんか、アイさん何かありますか？今日は、何を話すんですか？今日の一日どうでした？今日の一日振り返って今日は、いろんな方に、ごめんなさい、最初からもういいどうぞ、どうなりますか？ご家族様だったり、ご兄弟様だったり、お子様を3階の出来立てほやほやのスタジオで撮らせていただいて、本当に楽しかったです。ありがとうございました。はい、また次のイベントとかで遊びに来てください。お待ちしてます。本日は皆様、新進工房の文化祭お越しいただきありがとうございました。初めての工房である大きなイベントで、どうなることかと思ったんですが、無事たくさんの方にも来ていただけて終わることができました。またこれぜひやりたいと思います。ぜひ企画したいと思いますので、皆さんまた
あのイベントする際は来てください。今日はありがとうございました。みんなうまいこと言いますね。今回いやめっちゃ噛みました。戦略部長、今回の企画も山田さん企画なんで、だ戦略部長いかにだな、はい、お兄ちゃんのお兄、いや、まあなんやろ、今日僕何やったかっつったら、うん、あの友達と喋っただけ、うん、友達と喋るのと動画編集友達と喋ったのと動画編集で、この動画編集何やってるかっつったら、昨日、うん、僕ね、今日のために、うん、夜中3時半までやって、うん、で、エンコードして待ってる、まあ、もったいないから寝たんですよね、うん、だから朝起きたら全部消えてるっていう悲劇が起きたんで、うん、友達と喋って残りを今、キュンピッチで終わらせました動画編集で、はい、はい、その1日、あのクレープの話、アーティストの話、ワークショップの話は僕はあんま携わってないんで、はい、い今言えよって感じやけど、でもなんかあの全員がクレープ屋さん、ワークショップクラウドさん、うん、もうなんかあの楽しくこううまくなんかこう儲かるじゃないですか、あの盛況な感じでいったのが一番ちょっと安心しました、ホッとしました。ありがとうございます。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか一日。一日疲れたな。今日は本日一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、いただきます。お疲れ様です。で、なんかその文化祭終わってからさ、うん、もうあの学生気分ですよ、うん、文化祭終わってからあのケテパーティーだとか、うん、インスタのさこのマークあれやんか、うん、この上にさ見たことないぐらいの数字来とってさ、うん、これ何回なんと思ってさ、確認してさ、うん、あの遠方の方、来れない人のために、うん、アウトレットセールしますって、キーティンキャスやってくれるんですよ。そうそうそう。で、その通知がむちゃくとったのか、うん、めっちゃやばかったよな、問い合わせ。めちゃくとったし、あのなんかあの、もうなんていうのこのアップルウォッチも、電話から出ようよ、ずっとブルってんみたいな、うん、ブルっちゃってた。そう、変なの見たら、ずっとの今井さんとやり取りしてくれてんけど、うん、で、そこでですよ、うん、生財布、うん、もう今慣れてはないけどさ、うん、ちょいちょいそのこのカメラで、撮れてやや慣れてきたからさ、うん、以前手こずっとさ、うん、インスタライブも合わせてやってみようかなっていう感じで、インスタライブも同時にやって、うん、でそこでまだ何リアルタイムやり取りみたいなのも変えるよってことだ、いろいろチャレンジしてると面白いね。てかインスタライブはあの場所カメラの位置を変えるから前ちょっとパニックったけど、もう一箇所に固定して今もおよそくことでいけるもんな、うん、ここに置いて台置いてミシンやってっていう、変えへんかったらまだやりやすいやろ。まあ文字読まれへんけどな。んでとりあえずインスタライブで、じゃインスタでの反応がめっちゃ良かったから、うん、だからインスタで生財布作ってで、まあ、限定10本みたいな感じで限定販売とかもありかなっていう、うん、最低まああれだ、そういうのも、うん、なんかあのインスタうまく駆使してなんかあの生配信兼ねて今後やっていこうみたいな感じで、うん、で、あの何より文化祭無事やってよかったので、うん、まああのスタッフさん、あのみんなとてもさ休みに変わらず出勤してくれて、うん、まあとても助かったなっていう感じですね、うん、なんかあの来てくれたお客さんもですし、であの協力してくれるお客さんもですし、うん、であのプロさんもいろいろ手伝ってくれて、まあ、みんながいたからできた部活動でした、うん、まだ、定期的に行いたいと思いますので、まだよろしくお願いします。というわけで最後ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。なんか初めてかもしれない、ね、あの喋り疲れて帰るクローズ。ああ、お前な。いつもさ、うん、帰るとき絶対なんかあのどこどこわーちゃうって帰るやんか。そうそうそう。でも昨日気づいておらんかったやろもう。ずーずーさーって帰ってる。最後いつもやったあのドアのところらへんでもまだあのマシンガン、マシンガン言葉のマシンガンをぶっぱなしてる。ぶっぱなしてから帰るんやけど。でも昨日に関してはもうヘロヘロなって帰るやん。全然一日中ずっといろんな人と喋ってる。いやあれすごいな、お客さんとすげえ仲良くなってたんか。そうそうそう、すげえ仲良くなってたんか。あの本人この間のさ、プロの立ち寄ってさ、うん、なんか釣りの話しとったんか、うん、で、なんかお客さん一回帰ったんだ、なんか立ち寄を持ってきてくれてさ、今度。あそうそう、そのコミュニケーションってあんの立ち寄を釣りの話で盛り上がって、そのお客さん立ち寄を持ってきてくれてこの間ちょうどって、じゃあ今朝釣れたやつを持ってきてくれたらしい。あ、その日釣れたんですね、朝に。すごい、
あのクタクタのクラス初めてだな、うん、なんか今日も差し入れ持ってきてくれて、急になんかお菓子持ってきてくれて、めっちゃ感慨深い、ようじゃんのよ、ね、うん、このあのちょいちょいイベントできたらいいなっていう感じで、うん、まあみんなあってこその、文化祭ですよ、はい、いい体験させていただきました、はい、ありがとうございました、はい、以上。